南港ポートタウン線、住之江公園駅に来ております。今から、ニュートラムに乗車してフェリーターミナルまで行って、フェリーで、九州ですね、新門司港まで行きます。17時発ですね。大阪南港フェリー、名門太陽フェリー、フェリー福岡2という船に今日は乗船して、一晩で新門司港ですね、に行きます。船内の案内ですね。今は、5階になるそうですね。の、ここ、現在地ですね。部屋があって、多分私の2等室ですよね。皆さんちょっとですね。で、レストラン、展望デッキがありますね。で、続いて6階ですね。6階はこう、個室が並んでますね。2等洋室、1等洋室、1等和室。等洋室展望デッキですね。で、一番上が7階になりますね。7階は、特別室、特等室展望デッキですね、という形になりますね。6階の客室に来ております。ここは2等の個室ですね。1等室、2等の洋室がありますね。7階の客室ですね。ここは何かこうデラックスルームってなってますね。特別室。第2便ですね。午後8時ぐらいに出航する船ですね。が隣に泊まってます。こちらが船尾になりますので、バックをしてますね。すごい技術ですね。バックしてまた方向転換してですね、船首から接岸してるんですね。
だいぶ離れてきましたね。船尾を側から進んでる、まあ、マークしてるんだと思いますね。ここで旋回して船首と船尾を入れ替えると思いますね。左の方に回ってますね。すごいな。どうやって操作してんのやろな。うわすごい。方向転換ですね。船首と船尾入れ替えてますね。ゆっくりと旋回してますね。180度旋回していくんでしょうね。船首と船尾ですね、180度旋回が終わりまして、船首が進行方向前方ですね、位置がちゃんとして、本格的に大阪南港を出発していきます。目に見えて速度が上がっているのがよくわかります。綺麗ですね。2艘のフェリーですね。1つが名門太陽フェリーの、午後8時かな、第2便ですね。でもう一つがオレンジフェリーですね、大阪南港と愛媛の東予港ですね、結ぶオレンジフェリーの船ですね、が、停船しておりますね。そしたらですね、大阪南港の出港風景ですね、撮影を終えたいと思います。まあ、今日はですね、ゆっくりまあ寝てですね、明日からの九州撮影に備えたいと思います。時刻は今5時12分ですね。新門司港に、到着しております。今から接岸ですね、作業に入ります。まもなくですね、新門司港に着岸ですね。このちょっとずつこう、この巨大な船を寄せていくというテクニック、すごいですね。ここでですね、接岸するための、ロープですね。ロープが、船員さんに向けて投げられまして、船さんそれを引っ張ってますね、はい、で、ああすごい、なるほど、引っ掛けると、でそれで、巻き上げて近づいて、ここはいわゆる動力、船自体の動力は使ってないようなんですね。いわゆる接岸が今完了しました。一応こう微調整量船首と船尾のロープをこう締め上げることによってちょうど所定の位置に微調整が完了するみたいですね。動いてますね。ゲートが下ろす位置がきちんと決まってるでしょうね。そこにも微調整で調整しますね。かか
係の方が位置を確認しておりますね。ゲートが今降りてきてます。接岸が完了したようですので下船が始まると思いますので、もう降りていきます。よいしょ、ありがとうございます。よいしょ、送迎バスにね乗ります。送迎バスの乗り場の方に向かいます。どうぞご利用くださいませ。北九州新幹線口。